細かすぎる沢田研二切り抜き、ベストジーニスト受賞、沢田研二さんに刺激。こちら11月9日サンスポより市川染五郎ベストジーニスト次世代部門を受賞、沢田研二さんに刺激ということで、歌舞伎役者の市川染五郎さんが最もジーンズの似合う有名人に贈られる第40回ベストジーニスト2023の次世代部門を受賞ということなんですけども、市川染五郎さんといえばジュリーのライブに初参戦したりですね、自らのグラビアでも BGM はジュリーというようなね、沢田研二さんの大ファンなわけなんですけども、今回こちらのベストジーニストの受賞のインタビューに対してですね、1970年代から1980年代のファッションが好きで、デビートボーイ、マイケル・ジャクソン、沢田研二さんに刺激を受けています。今日は3人を意識しましたということで、なんと眉をファンデーションで消したメイクで登場されたということなんですけどもね、やはりかなりジュリーにね、影響を受けているということなんですけども、こちらの記事ぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シギレモンでした。